こんにちは、柳沢です。今回は辛くても生きる詰め子と題しまして、これ全体は生きれないんだけれども、一部をね犠牲にすることによって、一部生きるという問題を見ていきたいと思います。場合によってはですね、大部分を捨てないといけない場合もあるんですけれども、全体がね死んでしまうよりはいいですから、そういったタイプのね詰め子をいろいろ見ていきたいと思います。今回は全部で5問あります。それではまずね左側から見ていきたいんですけれども、これはまずここについでね広げたいですよね。これで生きれば一番いいんですけれども、これはねしかし知っておかなければいけない基本形ですよね。白からここに置くか、あるいはこうつけられて黒は生きることができません。要するにここでね遮っても擦みつけられて、下がっても擦まれて、これは五目中での形になります。先にこのつけからね来られても一緒ですね。こうやってもやっぱりねこの擦みから擦みで、生きることができないということで、これ正解はまずねここに打たないといけないですね。そして白が出てきた時にこの右側の黒3子を見捨ててここに打つということになります。でね、あえなくこの3目は取られてしまいますが、こっちは生きることができるという問題ですね。黒はこれしかないので、しょうがないんですね。全体取られちゃうよりねいいですから、非常に悲しい、非常に辛いですけれども、こうやるしかないということですね。でこれはこのコスミとかがね、正解になる場合もあるんですが、これダメがね空いてればこれでいいんですが、全部詰まってる場合というのはここにつけられてしまって、目を作ってもね、こう出て、普通にね取られちゃいますからね、これ空いてればいいんですけど、これは成立しないということで、あるいはこう飛びとかですかね、これも跳ねられて、例えばここに打ってもこう打たれてということで、これはちょっとねこの場合は筋になってないんですね。ということでこれしかないという問題でした。さあ続いて右側は、これ当然ねまずこう取ることを最初に考えると思うんですが、これは2の位置に置かれまして、遮るとこのまくりがありまして、取っても引かれて黒ここに打てないですね。これ目あり目なしで死んでしまうという形になります。じゃあどうするかというと、ここでコスミというのが急所で正解になります。でこれはねもちろんこの4目は取られてしまうわけですけれども、しかしねこちらに打ちまして、このようにねこちら側で生きることができるという形ですね。これも非常に辛いですけれども、仕方ないと、見捨てないといけないということですね。これ他の手は例えば飛びとかですとつけられて絵渡りでね目がないですよね。あんまり他の方法はもうないですかね。もうこの4目をね全く無視してここに打つと、これしかないわけですね。ちなみに白がここに打ってきたらこう受けておいて、これはね逆にこの白2子を普通に取ることができてしまいますね。白こっちからもこっちからも入れない形ということで、白も素直にねこれを取っていくということになります。さあそして左側は、この1目をね普通はまず取ることから考えると思うんですが、これをつけられまして、つないだら渡られて、これはですね当たりしていくとつながれて、そしてもう一回当たりしたこの瞬間にこう打たれまして、これこっち取ったら、つがれるし、ということでね、こっち取ったら3目取られてということで、見合いになって黒は生きることができません。他の手としては、次も一緒ですね。やっぱりここにつけられて、同じように生きることができないですね。少し工夫してこう下から抱えるという手もありますけれども、これはですね今度はこう跳ねてきますね。これで、押さえたら切られて、これ取ったらここに打たれてここに打てない形ですし、つないだら、取られてね、これも切れないということで、黒曲がりますとこの逃げをね打たれて、それから目を取られてやっぱり生きれないということですね。またあるいはここに飛びという手はですね、これ例えばこの切りをね一回打っといて、それからねこうつけられますと、こう当たった時にですね、黒はこれ放り込んで取って追い落としみたいな形にしたいんですけど、取られた瞬間にねここ全部当たりになってしまいますので、ここにね打ってる暇がないということで、やっぱり生きることができない。ということで、じゃあどうするかということなんですが、こちらに曲がりというのが正解になります。これでここをね、完全にもう見捨ててしまうということですね。そしてここに
打ってこっち側だけで生きるというのが正解になります。まあ今回のね詰碁に共通してくるのがこう捨て石っていうのはね、なんかこういわゆるこう自分から打っていって捨てるっていうことなんですけれども、今回の問題はね全部こう完全に一部分をもう無視してしまうというかね見捨ててしまうというのが特徴ですね。まあ、あんまりね実戦ではできないですし、できてほしくないですけれども、まあ、ちょっとねパズル的な、はい、要素でご覧いただければと思うんですけれども、はい、まあ、とにかくこちらに打つのがいいんですね。これでじゃあ白がこっちに張ってきたら、今度はねこう繋いでいきまして、これはですね何か目を取ってきてもこうつけていきまして、これはですね石なんですね。こう跳ねられても押さえて、はい、これで生きることができます。さあそして右側はこれ結構実戦でねできそうな形ですよね。白にこの急所につけられている状態ですけれども、普通はこう何かね受けたいですけれども、これ猿滑りされてしまいまして、これでねスペースを狭められてしまうと、もう黒生きることができないですね。はい、ということでこれに受けられないんですね。じゃあどうするかというと、この2の位置に桂馬するというのが正解になります。これが眼形の急所なんですね。まあ、2の位置に急所ありとよく言いますけれどもね。はい、でまあもちろんねここに切られて、こちら側は残念ながら取られてしまうんですが、こうへこんでおいて、まあ、こちらをね生きるというのがこれが正解になります。これ白があくまでもねこういう風に打って目を取りに来たら、それからこう受けていきまして、今度はねもうこの猿滑りを防いでいるわけですね。これで黒が生きることができます。またあるいはこういう風に来たら、まあ、これは繋いでおきまして、まあ、こんな風にね白が打ってきたとしても、これはこの放り込みから、まあ、繋いでおいてね、はい、石になりませんね。石じゃないや、中根になりませんね。はい、これで黒は生きることができます。まあ、これ要はですね、白にここに切って取られた状態の時に、まあ、こことここに打ってやれば黒が生きることができる状態になっているということですね。まあ、逆に言うとこことここしかないんですね。他の2手だと、まあ、どうやってもね、生きれないです。例えばこの2手ですと跳ねて置かれて、死んでしまってますし、ここに、まあ、こことここにねもしあってもこれはね押さえから跳ねられて生きれないということでね、やっぱりこう2の1っていうのはね一番目を作りやすいわけですね。この2手で一眼できるっていうね、はい、一番やっぱりこの詰碁においては非常に眼形のね急所になりやすい場所ですから、はい、まあ、これがいいですね。でまあ、この反対側にじゃあ、先に2の1に打ったら、これは猿滑りをされてしまいますから、こっちでないといけないということですね。こういう理屈で、まあ、ここが正解になっています。さあ最後はこちらの問題ですね。まあ、これパッと見すでに生きられないように見えるかもしれないんですが、まあ、うまい手があるんですね。正解はこちらにカケツギです。はい、これで白があくまでもこう目を取りに来た場合、ここに押さえまして、これでですねこの切りとねこの切りを同時に防ぐことができて2眼できるという、まあこれがすごいぴったりな形なんですね。はい、じゃあ白はやっぱりねここを切って、まあ、取ってくるわけですけれども、まあ、もう一回こうへこんでおいて2眼で切るということですね。まあ、これ生きてるところよりもですね取られてるところの方が大きいわけですけれども、もちろんこれ全部白地になっちゃうよりは全然いいわけですから、はい、これも大事な、まあ、生きる詰め子ということになります。これもやはりですね反対側ですと置きを打たれてから切りということでこれ全滅してしまうわけですから、はい、まあもちろんね次とか押さえとかで受けても切りで、はい、やっぱり全滅してしまうという形ですので、このカケツギがですね、まあ、こっちが取られちゃうのは辛いですけれども絶妙手ということになります。はい、ということで今回は一部のあるいは大部分のこう味方の石をねこうもう諦めて、まあ、悲しいんだけれども、はい、別れを告げてですね、先に望みをつなげるためにこう少しでもこう生きていくと、まあ、こういう詰め碁でしたね。まあ、これはですね、まあ、実践でも本当に大事なんですよね。やっぱりこのある石にこだわりすぎてそれを助けようとしたために周りに悪影響をね及ぼしてしまうとか、共倒れになっちゃうとかね、こう周りまで道連れにしてしまうみたいな、はい、それでもう取り返しのつかないことになってしまうというのは本当に、まあ、実践でもよくあることですよね。はい、まあ、たくさん石が取られちゃうと思ってもそれに見切りをつけてですね、被害を最小限にしておくことによって、まあ、まだこうねチャンスがつながるという場合ありますので、ぜひですねこういう柔軟な発想を養っていただければと思います。はい、ということで今回は以上になります。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。